インターフェン 897MUSIC IS MUSIC 増山コムです牧村健一です三島豊明です281回目の MUSIC IS MUSIC 日本のシティポップをテーマにお送りします今日は素晴らしいゲストをお迎えしていますミュージシャンの伊藤銀さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずは1曲お聴きください「ココナッツバンク」2016年のアルバム「The Complete c o c o n u t Bank」から日射病はい 今日はミュージシャンの伊藤銀次さんご本人ゲストなんですがまあこれは世の中的には「ナイアガラ・トランアングル」で最初に知られてるんじゃないかと思うんですそそうででで、ね、ですすすすすねねね年ももの前から活動されたんん話すともう大変ななんですけどもともと「<laughs> ゴマのハエ」っていう <laughs>、えー、大阪でバンドやってて、はい、それが大滝さんにプロデューストもらってうん、うん、名前が変わって。 でココナッツバンクになったわけですけどもうん、うん、その5万の範囲の終わりの頃ぐらいにもうすでに作ってうん、うん、ライブでやってたんですね本当ならばココナッツバンクをリリース1973年にリリースしてうん、うん、そこに入るはずがうん、うん、1973年のハッピーエンド解散コンサートに出演した翌日に解散しますね、うんうん <laughs> でそのままずっとその曲が送らないかと思われたんですが、うん、76年に大滝さんがあ山下達郎君と君と3人で「ナイラルトラング」やろうということで置き土産としてなるほど <laughs> これは入れとこうと思って、うんえー、その時76年の「ナイラルトラング」ボリューム1に入れたんですね。うん、だけどずっと心残りで、うん、あこの「ココナッツバンク」が結局世の中に出れなかったので、うん、いつかココナッツバンクをちゃんとコンプリートの形で発表したいと思って。 でこの時、うんうん、ええー、ココナッツバンクコンプリートという形で再録いたしまして新曲と一緒にフルアルバムで出したというそう,いういきさつなんですね。要はココナッツバンクのメンバーとしてのこの曲はこの二千十六年バージョンしかない、ね、そうですねはい。いやなんか当時は日本のリトルフィートって言われてた感じが目指してましたね <laughs> 憧れて。えー、ライアガラトライアングル千九百七十六年の楽曲これはシングルバージョンですね幸せにさようなら。 で今日はミュージシャン伊藤銀次さんご本人ゲストなんですが銀次さんと付き合いの長い牧馬さんはい銀次さんようこそあこの番組に呼んでいただきましたありがとうございますなん、えー、だろうナイアーラトライアングルって、はい、実は奥が深くてなんで三人があの時期にやったんだろうとかうん、うん、それからえっ、ー、とどうしてこの楽曲が選ばれたんだろうかって、うん こう普通に聞いてると何とも思わないんですけども一、はい、回クエスチョンがつくと聞きたいなこれどうしてかって聞きたい、えー、まずは「幸せにさようならの」の、はい、ストーリーというか、はい、これが生まれてナイアガラトライアングルに行くまでのお話をちょっとお聞かせ願いたいんですが。あのココナッツバンク、はい、小竹医にプロデュースしてもらって。 張り切ってハッピーエンド解散コンサートに行ってたんですけども、はい、そこまでの大瀧さんのコンバートが激しすぎてこう <laughs> 特訓とかが、はい、ちょっとバンド内に亀裂が入っててもともと友達バンドだったのが、えー、それで翌日にみんなま頑張ってライブをやってくれたんだけど翌日、えー、近日とはもうやれないということで、えー、解散になっちゃったので,、はい、でそのままもうココナッツマークなくなってですね、はい でもどううししようもなない失意の状態になりまして <laughs> でその年の年末に実家に帰った時に、はい、実家にたまたま弟があのテレコフォーちゃんのテレコを買ってたのを、はい、退屈なので<っ>楽器もあったんでこれで何か曲でも作ろうということで、はい、何がいいかなと思って <laughs> ちょうどそのまあその頃大滝さんに会ったこともあってそれまでロックよりももうちょっとポップスな方に傾いてたので。 思いつくままに加山雄三さんみたいな曲を作ってみようかなと思って「幸せさんだって曲はあのお,お嫁においでのコード展開と同じなんですよ実は <laughs> メロディ全然違いますけどそれでなんか着クッと作ってそこらにある段ボールをドラム代わりにしたりしてデモテープ作って、はい、それであ結構いい曲できたなと思って。うん、で お正月に伏線にまた戻りまして大瀧、はい、さんに焼けましたもでございまし実は帰ってる間に何かこんな遊びで作ったんですけど聞かしたら大瀧さんが「いい曲じゃないかこれ」はい、<laughs> でちょうどその頃ナイアガラはまだ始まってなくて。 東芝とこうなんか話が進んでったみたいなんですね。E、と最初にやる話がありましたね。えー、話聞かされてて。えーえー、で、実は、その、僕は加山さんみたいな曲って言ったんで、じゃ、今加山さんのセクションとも近いから。一、はい、つ売り込みかけてあげるようになって,てくれて。<laughs> えー、いやー、嬉しいなと思ったんだけど。<laughs> でも、結局、なんか、あの、加山さんは今歌うモードではな。くて、はい、レコーディングする機会がないというので、戻ってきまして。えーえー、で、まあ、そのまま終わ。っ と思ってたんですね、はい、そしたらその後僕もふっさと離れて、はいえー、リリーさんのバンドとかやるようになってた時にお宅、はい、さんからお電話いただきましてあの時はねまだねあの「思い出にさよなら」って書いてあったんですよ思、うんはい出、はい、にさよなら」っていう曲覚えてるかって,ってまあ,あの覚えてますよって全然ライブやることなかったんでお蔵にしてありましたけどあれをレコード化しようって言って「はい、えと思って。うん、<laughs> というのも昔君と僕と それからあのセンチメンタルシティロマンスの柘植の3人でやろうとしてた <laughs>、はい、男性シンガーソングライター3人組でやるこ,このコンセプトのものを、はいあのー、君と山下君が今から考えたトライアングルですゼロそれであなんかそんなこともあったなって、はい、もう大時さんがだから本当に一人で考えて進めていった作業なんでね。 僕としてもその曲を入れてもらえるなんていうのはとっても嬉しくて、はいうん、だけども、どの程度の影響力のあるものか分からなかったし、僕もそのギタリストとしてやってたので、えーえー、あ分かりました、やりましょう、なんて感じで気軽にやって始まったんですけども、<laughs> 大滝さんがだからすごくこだわってくださってて、えーえー、レコーディング終わって、これをシングルにすると。 うん、全部の曲集まってね「うん、この思い出にしたいならシングルにしよう」ということでシングルに決まったんですよ。で3人で大瀧さんがそれぞれ「あの山下歌ってみろ」とか言ってするっと歌って僕もするっと歌って、はい、大瀧さんもするっと歌ったのをエディットしてシングルバージョンを作ってあの大瀧さんが「ここは銀次ねここは達郎ね」じゃなくて,なくてもうみんなに全部歌わした上でセレクトした。山下行っっててこいなんて言って 歌って一 <laughs> 人で二つぐらい歌ってんですかねでそれを大瀧さんに聞いて「あここは山下君がいいな」とか「ここはやっぱりオリジナル銀次でいこう」とか「ここ俺だ」なんて言ってでそこにさらにここじゃあ,あの上に山下君がハモに付けようと言ったりして出来上がったのがあのシングルバージョンなんですね。1> 1日であげましたこれ あの歌いではもう早かったでし、なんすみんな歌上手ですから。僕を除いては、皆さん歌です本当にあっという間にできましたね。そうですか。ただね、それでできたらいいんですけど、おとぎさんがおめでにさよならというタイトルは変えなきゃだめだうんうんうん。えなんでですかって言ったら、メリシャマンチェスターが思い出にさよならというシングルを出すと、でリリースは向こうのが先だと。で あっちの方が有名だから、はい、絶対にこっちが真似したと言われる、うん、さすがもうよ楽 <laughs> そこまで読んでいたんですねで変えなきゃいけないでも僕もどうしようもなくてほか<ー>にタイトルないなと思ったら<ー>大瀧さんが歌詞を見てん「君もどうか幸せに」ってあるとこの「幸せに」を撮ってくれ「幸せにさよならどうだ」って言って大瀧さんがつけたつけたんだいや タイトルとかバンド名ってすごく重要ですよねそうなんですよね実は<ー>そのことがもう20代の前半に身についてたそうなんですです。まだね大瀧さんもそれほど有名じゃなかったんですよ <laughs>、うん、なのにこのこだわりなんですよ、うん、<laughs> だから有名になってからこだわるっていうんじゃなくて最初からそういう魂をねやっぱりこうアーティストで持ってるということが大事なんだと思いますね後々 伊藤銀次さん1977年のアルバム「デッドリードライブ」から「こぬか雨、はい」今日は伊藤銀次さんご本人ゲストに来ていただいてるんですがこの選曲は牧村さん。はい、あの銀次さんが「こぬか雨」という曲をやる前に、ええ、山下くんが「シュガーウェーブ」時代にこれをレパートリーの中に入れてやってたんでもしかしたら半分ぐらい。 リスナーの半分ぐらいの人が山下くんの曲じゃないかと思い込んでいるかもしれませんがこれは正真正銘銀次さんのしかもこのテイクは山下くんがいくらかアップテンポで歌っているのに対して非常に何、はいえー、ていうんですかスローミディアムというか「コヌカアメ」かの情景が浮かぶようなまさにコヌカアメのサウンドを してますよね。そうですね。はい。これ、あの、もともと。その、国鉄バンカー解散した後、ちょっと立ち直れない状況で、た時に、はい、新宿の戸川に。レコードコーって買いに行ったし。中古のレコード。はい、まだあの頃、西新宿とか、あの辺りの高層ビルが。三本か四本ぐらいしかなかったんで,、ねで。ちょうど戸川の二階の窓から見えるんですよ。えーえー、<laughs> そうすると、そ、それ見てた時に。本当に霧雨のような雨が。 そしてその時にあの「ここにはスコールさえもない表はそば降るこのか雨」っていうその今の息ききれないバーッと雨でも降ってくれたらいいのにっていう前にも後ろに進めるような気持ちが現れる言葉が出てきたんですねでそれが最初にできたきっかけなんですけどもそのちょっと前に僕ガロの「美しすぎて」という曲がとっても綺麗な曲でね。 ココナッツバンクの前にやってた、あの、あの、ゴマのハエっていうのは結構泥臭いバンク裁判だったんで、うんうん、いわゆるメジャーセブンっていう綺麗なこの展開の曲うん、うん、なかったんですね。うんうん、で くしすぎて聴いててそのメジャーセブンがとっても綺麗に使われたので、はい、こういう曲作ってみようと思って作って、うん、それでその,あのさっきの気持ちとかでできたのがこのカメラだったんですけども、うん、ゴマの灰ではちょっとできない感じの突き通ったサウンドだったのでオクラにしてあったんですね。うんうん、で山下くんと出会って山下くんと一緒にダウンタウンやる曲作ってる時に、うん、山下くんこんな曲できたんだけどって聞かしたんですね。うん、そしたら山下くんが「いい曲じゃないか」って。 「シュガーベーブやっていいかい?」って言ってくれて、うん、いや<あ>これは「シュガーベイブ」のコンセプトにぴったりなんですよ、ね、なんかね,ねそれであの「いいよ」っつって「じゃあねテンポ変えてもいい?」って言って「うん、あ,あいいよ」あ「あ下も変えていい」っ <laughs> 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 い,い,いいよ」ってそれで「街は今日に霧が降る」ってところ「街は今日も霧だらけ」っていう,うーあの。 だらけっていう強い言葉を使ってるんです、山下君はね。そこがやっぱり山下君らしいなと。やっぱりこのなんか、はっきりしないで、ああ、とした感じっていうのは山下君の中では。やっぱり、なんか、世界として認められなかったけど、このコードの感じとか。はい、あの、サウンドの感じはすごく気に入ってくれたんだなと思って。わ、うん、かりました。いや、この話ね、意外と知ってるようで、今日初めて聞きました。あ、そうなんですか。ええ、うん。だから、まあ。 な何でもそうう先にやった方がオリジナルっていう感じですから、ね。うんね、<laughs> だからずっとで面白いのはエポさんが、はい、その後あのカバーしたんですね。またお越しくださったんですけど、はい、詩が山下くんの詩で、ええ、メロディーとサウンドが僕のアレンジっていうちょうど真ん中を取ったアレンジになってたので面白かったですね。<laughs> ずるいですね。<laughs> 三島とやきの A Piece of Sound コーネリアスのサウンドプログラマー、三島豊明が毎週あるお題をもとにサウンドロゴを作ります。今日のお題は、ブライアン・ウィルソン。では聞いてみましょう。三島さん、はい、えー、ケルティック・ハープですね、これね。へぇー。ボーカルは ないです。千九百四十二年六月二十日、ザ・ビーチボーイズのリーダーブライアン・ウィルソン誕生日。伊藤銀次さん、千九百八十二年の楽曲ウキウキウォッチング。まあこの曲は聞いたことある人、ある世代のだろ <laughs> かなり多いんじゃないかと思います。これ銀次さんが作曲なんですよね。そうですね。で元々はどういう経緯で。 当時のフジテレビのバラエティー班の横澤孝史さん,ん,ん大でしたね、はい、あの方が直接事務所に来てくださいまして それであの,その当時まだこの番組の前にやってた「笑ってる場合ですよ」もう終わらせると,とめちゃくちゃ人気あったのに、はい、終わらせて夜の11時以降しか出てなかったらタモリさんを「昼間のスター」にするって、うんまあ、今では意識ありますけど当時は考えられなかったですもんね。 「い、えー、いとも青年隊」という3人組の男の子たちと一緒に踊りながら歌える曲が欲しいと言われたんですね。でうーんと思ったけれども パッと浮かんだのが「シャバンダマホリデー」っていうちょうど60年代僕が子どもの頃によく大好きで見てた音楽バラエティーショーなんですけどそれの最後に出演者全員が出てきてみんなでボックスを踊りながら「明日があるさ」とかを歌ってるシーンが浮かんだんですよ。って聞いたら「あそれいいですねそれでいきましょう」でうすでもう既に桜井長一郎さんの書いてた詩があったのでそれもうちに持って帰ってきてもうその詩 の通りにお昼休みやってつけてったら20分ぐらいで <laughs>、うん、どうせ人が歌うし気楽に気楽に作ったら <laughs> あっという間できてそれがだから30年続くと思いませんでしたねでもこれは当時82年の番組やってた当時はご自身ではレコーディングされてなくて、うん、先かかったのはえっとこれはですね当時ゴールデンベストの中にあのー ボーナストラックとして<ー>っていうのもあのオリジナルの「いいとも青年隊が」が、うん、当時シングルとアルバムを、ね、出してたんですけども。ちょっとはってましたもんね。 でまあ、あんまり売れなかったんです、ね、だったらツイストで誰も知らないと思うんですけど <laughs> それも売れなくてだから結局なんか CD 化されてないみたいで。いいということは CD というメディアで誰もこのままいくと残らないのかと思ってだったらカバーで自分のカバーでそのーこの記念版のね、うん、ボートラーにいいんじゃないかなということで、うん、自分一人であのアコギ弾いたりして作って入れました。 いやでもちゃんと聞くとくすすごい良い曲ででねもうまそうですよあのさっき「明日があるさ」っていうのもおっしゃってたけどもやっぱり「シャボン玉ホリデー」とか「夢で会いましょう」とかあの子の60年代ぐらいの何て言うんですかね番組の中でテーマソングうん、うん、それから「みんなで一緒に歌いましょう」っていうのが、うん、やはり今。 求めてももう求められないような。うねえー、ないですもんね。あ方も。しかもあの頃中村八代さんもそうなんですけども洋楽を聞いて、うん、それを日本にどういうふうにこう移行したら、うん、みんなに親しまられる曲になるのかってことをちゃんと分かった作家がいた。うん、そうですね。それが今は。 まあ自分がとかシンンガーソンーソグライターの時代ななっちゃった、ねえー、そうなんですよねやっぱり師小説っていうのがね小説であります、ねはい、詩小説ってやっぱり面白いのもあれば全然面白くないのもあったりする <laughs>、はい、でもやっぱり読む人を意識して書かれた小説っていうのはやっぱり時代を経て残っている。うんうん、で僕とか大滝さんとか山下君細野さんとかこの辺りの人たちってねやっぱりなんかそのロックが生まれる前のうん、うん 健全なエンターテインメントっておかしいけどそういうい空気をみんんな知ってるんですよねだから新しい音楽やってもなんかそういう匂いが残ってみんなに支持されるのかななんてちょっと気がしますけどね。今日選曲させてもらいましたけども今日の曲に共通してることは。 売れたたいいととかか受けそういう野心があまりなくて <laughs>、ね、割合とシンプルな発想で作られた曲ばっかりなんですよ。逆に言うと受けようと思ってる曲はある時代性を背負ってしまうから逆に言えば受けるかもしれないけど飽きられるのも早い,い今を意識しすぎてるからね。 売れない時代だったって言うけれども、それが逆にこうそうしたんではないかなと僕は思いましたあ。ありがとうございます。今日はミュージシャンの伊藤銀次さんにゲスト来ていただいたんですが、まだまだ伺いたいことがあるので、来週もお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますありがとうございました。来週もお楽しみに。Music is Music。増山こもでした。牧村健一でした。三島豊明でした。